トラナラボ FM。 このラジオはトラナナラボのエンジニアが業務や技術、働き方についてざっくばらんにお届けする配信番組です。ツイッターでフィードバックを受け付けています。ハッシュタグシャープトララボアンダーバー FM、 シャープ TORALAB アンダーバー FM でツイートお願いします。パーソナリティは奥谷と磯江でお送りします。今回は奥谷が最近取り組んでるデノの話をしたいと思ってます。はい。磯江さん、デノって名前は聞いたことあったりしますかね？そうですね、名前自体は、技術系の記事を漁ってる時とかたまに見かけるなという認識はあります。はい。で、まあラジオ聞いてる方とかだと、なんかラボのブログ読んでる方とか、まああとはたまに単語は出てきますよね、ラジオの中でも。そうですね。で、もしかしたら聞いてくださってる方の中には知ってるよって方もいらっしゃるかなとは思ってます。特にこの1年ぐらいですかね、バージョン 1.0 っていうのが出てから聞いたとか、技術ネタの投稿サイトとかでも、まあよく見かけることが増えたのかなって思ってます。で、今回、例えば今聞いてる方の中で、デノって何ですかって方もいると思うので、まあ、デノがどんなものなのかっていうことを最初に説明したいかなと思ってます。はい。で、デノっていうのは、JavaScript と TypeScript の、まあ、安全なランタイムだっていうふうに、デノの公式のページの一番上に出てます。はい。で、このデノの特徴として、まあ、Node.js の作者のライアン・ダールさんって方が、このデノを作ってるんですけど、 Node.js で設計を失敗したなと思ってることが反映されてるっていうところと、あとは TypeScript を実行するために外部ライブラリを要求しないっていうところが、まあ、大きなポイントになるのかなって私は思ってます。はい。ちょっと順を追って説明していきますね。最初に言った JavaScript と TypeScript 安全なランタイムってところ、安全なっていう部分なんですけど、例えばですね、 Node.js でサーバーサイドのアプリケーションとかツールとかを作られてたり使ってる方ってかなり多いと思うんですが、例えば Node.js でアプリケーションを動かした時にライブラリに悪意のあるコードが含まれてると、ローカルファイルの中身を参照するとか、まあ、ファイルを作るとかができちゃうんですね。どういうことかっていうと、ライブラリの中でファイルを書き込んで、まあ、ファイルを転送するとかってことができる。うん。一応条件として、まあ、ローカルのファイルの転送するにあたって、例えば、まあ、OS のパーミッションで実行ユーザーからアクセスできない部分っていうのは、まあ、ブロックしてるんですけど、まあ、例えばアプリケーションの関連ファイルなんてことはやられる可能性がある。うん。で、これに対して、デノは、まあ、アプリケーションの実行時に、そのオプションとして、アローリードとか、アローライトとかっていうパーミッションを明示的に与えてあげないと、リソースにアクセスできないようになってます。はい。なので、デノ自体が、まるっとサンドボックスになってる感じですね。うん。なので、まあ、仮に悪意のあるコードが含まれていたとして、まあ、そのコードが実行してる、例えば我々とか開発者とかが、そのコードを利用して実行したときに悪意のあるコードが実行しづらくなってます。例えば、ローカルファイルのアクセスっていう許可を入れてないのに、ローカルファイルのアクセスをした瞬間に、プログラムが停止するとかっていう感じになりますね。なるほど。うん。このパーミッションの指定っていうのが、例えば今、リードとかライトって言ったんですけど、じゃあ書き込めるのか、読み込めるのかみたいなだけじゃなくて、特定のパスのファイルしか書き込めないみたいな、ちゃんとパスの指定の仕方もできるので、まあ、そこは実行する開発者のところで、もっと配慮して、このファイルにしか書き込まないから、ここしか指定しないよってこともちゃんとできるって感じになってますね。なるほど。今聞いた感じだと、例えば書き込むファイルが増えた時とかに実行時の引数が増えるみたいな感じなんですか？そうですね。書き込むファイルが増えた場合はオプションを増やしてあげるってことが必要になりますね。あとはこのディレクトリのパスで指定してしまえば大丈夫だと思います。なんか結構オプションマシマシになる可能性がある感じなんですかね。それともなんかそこをなんかうまくまとめてくれる仕組みみたいなのがあるのか。そうですね。開発の時しか基本使わないと思うんですが、-A って形で、全部のリソースを解放すること自体はできます。まあ、ただ、
ねえ、本番でそれはやらないよねっていう感じがしますね。っていうのは、この安全な環境を利用するにあたって、あえてそこを全部踏み倒して無視していく感じになっちゃうので、あんまりやらないのかなと私は思っています。こういった、まあ、安全性の配慮っていうのが、なんでされてるかっていうと、さっき冒頭に言った、Node.js の作者のライアン・ダールさんが、Node.js の設計のミスだって思ってることっていうのが反映されてるんだそうです。この設計のミスって思ってるっていうことが、2018年の JSConf っていう日本で行った JavaScript のカンファレンスに招かれたライアン・ダールさんが、まあ、10点ほど述べてまして、まあ、この動画がですね、今でも YouTube に実は公開されてるってことが今回調べてて分かりまして、まあ、もしよかったら見ていただきたいんですけども、英語ですので、分かる方は見ていただければと思います。で、この講演ですね、さっきの通り英語なんですが、この解説として、日本 Node.js ユーザーグループの代表、古川陽介さんが解説も交えた記事書かれてるんで、まあ、そちら読んでいただくと、まあ、理解が深まるのかなって思ってます。で、こちらはまたリンク貼っておきたいなと思います。この講演で Node.js の設計に関して、まあ、失敗したことの中の一つとして、まあ、そういったセキュリティの面とかっていうのを挙げられてました。はい。まあ、10個もあるので、その他にじゃあどういった設計の失敗、ミスがあったのかなっていうと、例えば、Node.js を使うときに、まあ、よく見かけるパッケージ JSON とか、Node Modules の存在っていうのも、まあ、失敗だったって本人は思ってるらしいんですね。うん。で結局このあたりって、例えばサーバーサイドのアプリケーションを作っている人だけじゃなくて、フロントの開発のためにツールで使っている人たちも、まあ、よく見かけるところなので、はい。まあ、そういったところに関しても、まあ、ミスがあると本人は思ってるらしいですね。うんうん、まあ、なので、デノだと、このパッケージ JSON とか、ノードモジュールズ使いません。なるほど。なんかどうやって管理してる感じ？そうですね。パッケージの管理としては、まあ、特定のなんかファイルに書き込むんではなくて、全部、URL ベースですね。URL ベースで、そのライブラリーに置いてあるソースコードのパスを指定して読み込んであげる感じになりますね。うん、ちょっとあんまりなんかうまく想像ついてないんですけど。例えば、JavaScript で、インポート文があるじゃないですか。はいはい。今ってインポートでライブラリー名を指定して読み込むと思うんですけど、はい、そこに直接ソースコードの外部のライブラリーのソースコードの URL を書き込んであげる感じですね。ああ、なるほど。じゃあインポートするときにそのなんかパッケージが置いてある URL を指定してで実行するときにっていうのがまとめて読み込んでくれるわけではない。まとめて読み込んでくれます。まとめて読み込んでくれる。あ、都度読み込むんじゃなくて、じゃあ、最初に全部解析して、読み込んでくれて、それから実行するみたいな感じなんですかね。そうですね。なるほど。で、2回目以降はキャッシュがあるので、はいはい。もっと早く起動できるって感じになりますね。で、ちょっと気になったんで、調べてみたんですけど、この講演、今のさっき2018年の講演の時に、ライアン・ダールさんが実はデノを作ってるんだって話をしていて、はい。じゃあ、いつぐらいから GitHub にあったのかなって調べたんですけど、ファーストコミットはちょっと調べられなくて、リードミーを最初にプッシュしたのが2018年だったって感じですね。なので、今で言うと、まあ、足掛け3年目ぐらいになってるって感じですね。はい。で、もう一個ポイントになるのがあって、タイプスクリプトのっていうことを言ったんですけど、はい。デノだと、タイプスクリプトに、まあ、ネイティブに対応してます。はい。ことで、まあ、トランスファイル、なので、タイプスクリプトから JavaScript に変換するにあたって、まあ、外部のライブラリーっていうのをまあ使わないんですね。うん、例えば、Node.js だと TypeScript を使うのに、まあ、TS-Node とか、そういったライブラリーを使ってるんですけど、まあ、こういったものが不要になってます。まあ、このあたりなんか時代の流れ的なものを感じますね。そうですね。まあ、確かに規模が大きくなったら、まあ、型欲しいはわかるかなと思うところですね。はい。うん、まあ、この前私、型がなければないなりにやるなんて話もしたんですけど、まあ、あったらあったなりに使いますよって感じです。まあ、で、まあ、こんな感じのところが、まあ、デノの特徴になるのかなと思ってます。なんとなく、はい。まあ、なんとなく、どんなものなのかっていうのは分かりました。はい。このデノですね。ラボだと、まあ、最初、磯江さんが触れていただいた通り、ラボのブログはよくデノの記事を書いてるんですけど、はい。デノの 1.0 の公開のあたりから、リリースノートの内容を確かめながら動かす記事を書き続けてまして、
まあ、最近だと、まあ、での 1.11 のアップデート記事を6月15日に出して、また次のリリースがまた7月の13日予定になってるんで、はい、また1週間以内ぐらいのところでまあ記事出したいなって思ってますね。なるほど。じゃあ、このエピソードが公開されてすぐくらいってことですね。そうですね。自分の首を絞めに行くスタイルですね。締め切りドリブンで。なんかもう最近はこれをほぼ自分で、まあ、自分で始めてしまってるのであれですけど、ほぼ連載化したので、はい、まあ、ラボ内でも不思議なもんで、奥谷さんリリースノート公開されたよっていうの通知が他のメンバーから来るっていう面白い現象が起きてるなと思うんです。ラボであんまり極端に連載化してるというか、同じことをなんだ継続して書き続けてるなんていうのは割と珍しい方だなと思ってるんですけど、どうなんですかね。そうですね、もともとなんかやってみた系の記事がなんか作りましたとか、こういうことやりましたみたいな記事が多い傾向だったんで、まあなかなか連載みたいなタイトルがなかったのかなとは思いますね。グラフ QL のことを何回かに分けて書かれてるメンバーがいたりするので、まあそれがあったぐらいですかね、はい、連載としては。まあそうですね。こうやって長くやってると、まあいいことがあるもんで、デノの公式の GitHub のウィキの、Companies Interested in Deno っていうページがありまして。デノに関心を抱いてくれてる企業を一覧みたいなってことですよね。そうです、そうです、そうです。いろんな会社さんが並んでるんですが、まあ、その中にラボの記事が載りましたという、喜ばしいことがありまして。はいはい、まあ、言うなればですね、アイドルの握手会で認められた古参ファンの気持ちなんですけど、言ったことはないけど、きっとこんな気持ちなんだろうって思いました。なるほど。アイドルと違って、なんか自動的な、なんかあれではないと思うんで、ぜひなんかもの、なんかこういうの作ってみましたみたいな記事とかもあるといいのかなという。そうですね、はい。今後もうちょっと拡充していきたいなと思ってますね。なんか、やっぱりこういった記事書いてると、デノが実行エンジン、ランタイムなので、はい、まあこういった機能拡張をしましたみたいな時に、普段あんまり使わない JavaScript の機能みたいなことを調べる機会が多くて、はいはい。例えばサービスワーカーかなとか、をがっちり使うものをあんまり経験してきてないので、はい、そこのことに関して書いてあったりすると、そもそもデノのサービスワーカーを調べるんじゃなくて、サービスワーカーを調べるから始まってデノでのサービスワーカーの実装状況を調べるみたいな感じになるので、はい、デノだけじゃなくて単純に JavaScript を勉強していくというところにもまあ役立ってるかなって感じがしますね、うん、今後も引き続き次はまあ7月の13の公開予定があるので、まあ、またそこに向けて頑張っていきたいなと思ってます。はい、今回は、奥谷が最近取り組んでる、デノの話をしてきました。またこれが公開される頃にはリリースノート記事をブログで公開しているかと思うので、またそちらも見ていただけたらなと思っております。奥谷さんがデノを頑張ってるっていうのは、デノが何か知らない他のラボのメンバーとかも、奥谷さんが興味あるものだっていうのは、全員認識してると思うんで、なんかもっとラボ側のメンバーに布教していってもいいんじゃないかなとか、なんか聞いてて思いました。そうですね。ぜひ、布教してこういったアプリが作れるぜみたいなことをしていきたいですね。ぜひ、と思ってます。もしトラナナラボについて興味を持っていただけたら、概要欄にトラナナラボの公式 Web URL を記載しているのでアクセスしてみてください。Twitter でフィードバックを受け付けています。ハッシュタグ、シャープトララボアンダーバー FM、シャープ TORALAB アンダーバー FM でツイートお願いします。それではさよなら、また来週。